先生、質問があります。皆さんも小学生や中学生の頃にはこんな風に元気に素直に先生にわからないことは何でも質問する生徒さんでしたか？この番組では丹波市にお住まいのいろんな先生にスタジオに来ていただいて、いろんな質問に答えていただきます。どんな答えが飛び出すか楽しみですね。皆さんに代わって質問をするのは、パンダのような体型でリベカという名前の私、パンダリベカです。それでは早速、今日質問に答えていただく先生をご紹介しましょう。はい、今日スタジオにお越しいただいていますのは、 NPO 法人市島丹波太郎の事務局、秋山ともみ先生ことちみちゃん先生です。よろしくお願いします。が上がってないかもしれない。何番？あ、間違ってる。ごめんごめん、ちみちゃんいきなり。はい、こんばんは。どうも。よろしくお願いします。もうね、ちみちゃんって言わないと市島丹波太郎に行っても通じないんですよね。そんなことないですよ。そうですか、そうですか。皆さん、なんかあの、うん、私、月曜日の、はい、8時半から酒ラジオっていう番組に出させてもらってて、はい、毎週喋ってるんですけど。なんか今日この状況がすごいドキドキ、うん、なんでちみちゃん先生いつもこっちの方にいてる。そうこっちの宅の方にいるんや。宅の前に座ってか、なんか気持ち無沙汰で逆に座った方が良かった ね、 なんかね、ちみちゃんがいた方があのマイク3も絶対音量入ってたんです。絶対2や思って2の方入れてて、カフ上がってとか言って嘘ばっかし言ってましたけれども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は酒ラジオではなくて NPO 法人市島丹波太郎についてまず教えてもらってもいいですか？はい、丹波太郎、NPO でなんか結構こう普通に直売所だよねみたいな感じで言われる、はい、で、まあ、直売所なんですけど、はい、まあ、お店を経営してるというよりは、はい、なんかその啓発的な啓蒙活動的なことを、NPO としてやっています。2001年に設立されて今年で22年目になったのかな。おー、そうですよね。今2023年やもんね。そうですね、うんうんうん、そうですね、22年目、うんうん、代表が荒木武雄さんという方が、はいはい、代表理事を務めておりまして、はい、まあ、環境創造型の農業というか、はい、持続可能な農業を、進めていくために、また、担い手農業の、はい、の人たちを、まあ、育てるというか、こう応援していくというような立場で、はい、はい、させていただいてまして、主に、まあ、その先ほど言った市島丹波太郎という直売所が市島町にあります、はい、であとは、都心で、その有機農産物をとか、ね、地球に優しい環境に優しい農産物を広めるために、週に5回神戸のあたり、神戸とか、芦屋とか、うん、そのあたりに、移動販売っていう昔ながらの方法で、でも週に5回ってすごいですよね。そうですね、結構行ってまして、うん、で、はい、今までもいろんな新規就農の農家さんが、それを担ってくれてたりで、今も、ちょうど、実りの学校っていうのが丹波市の私立の、有機農業の学校があるんですが、そこの卒業生たちが今は、うん、代わる代わる行ってくださってて、はい、で、はい、だからそれは NPO 法人市島丹波太郎さんでない方たちが行ってくださってるってことなんですか？まあ、そうですね、生産者さん兼っていう形ですかね、うん、それはもう昔から代々、されてきたことで、もう15年ぐらい前から、うん、その都心部での販売っていうのをさせていただいてて、でやっぱり新規就農というか、まあ、農業を始めて1年目2年目っていうのはどうしても、はい、なかなか売り先であったり、うん、その、まあ、生計を立てるのが難しい状況にあるので、うん、まあ、少しでもその、まあ、金銭面でも少し外貨を稼ぐというか、なるほどなるほど。だからその行かれることに対して、市島丹波太郎さんがその人たちにもそうですね、お支払いを払うということですね、まあ、ビビたるものかもしれませんが、あとはでもやっぱ大きいのは、うん、
まあ、自分たちの作った農産物を広められる、アピールできる、例えばそこの先にはレストランであったり、まあ、いろんなそのスーパーだったりっていうのがあるので、はい、そこに売り込めるよっていうこととか、そうですね、そういうところがメリットかな。いいですね。また反対の立場から言うと、あ、この人が作ってるのかって、そうそうそう、生産者さんの顔がそうなんです、まさに見えるっていうのが嬉しいですね、はい、で丹波太郎が売らせていただいてるものって、みんな農家さんの屋号だったり、お名前が全部記してあるので、まあ、それを見てまた、あ、これ美味しかったと思ったら、じゃあその人狙いで買うんですね。そうなんです、はい、そういうこと、いいですよね、はい。あとはですね、宅配事業というか、個配もさせていただいてたり、ネット販売みたいな形ですね、で、毎月取ってくださってる方もいらっしゃいますし、まあ、ここはちょっともう少しこれから頑張って増やしていきたいなと思ってます、やっぱりそれは都会の方が多いですか、その個配利用されるのは、ね、はい、結構関東の方とかもいらっしゃったりとかして、そうですか、でもまあこれから高齢化が進んでね、もちろん自分のところで野菜作ってるよっていう方たちも丹波市だったら多いと思うんですけど、そうじゃないご高齢の方はいいかもしれないですね。そうですね、で最近はやっぱなんか若いお母さんとかは、食べ物のこととか環境のこととかを結構考えて、いらっしゃる方が多いみたいで、そういう方たちがすごく応援してくださいます、なんかいいですよね、定期的に届くのって ね、 あとはね、学校給食、地元の、小学校の給食だったりとか、今子ども園にも、無農薬のお米を下ろさせてもらっていて、そういうような活動もさせていただいています。いいですね、そうだって丹波市は有機の町みたいなのがスローガンですよね。 そう、それでなんでその有機農業が、広まったかっていうか始まったかっていうことについて、今日ちょっと本を持ってきまして、 ありがとうございます本格的に代表の荒木武雄さんが、執筆されてるんですね。執筆というそんな大きいあれじゃないですか。いやいや、でも本当の本ですよね。なんかね、丹波市のこう、著名人というか、いろんな方が何人かこう、それぞれ のテーマについて書かれてる、これ何年だろう、なんか食と農と里山っていう本なんですけど、それの記念すべき第1回目に、第1回目の2人目に荒木武雄さんが、素晴らしい。だって丹波市が有機栽培の町って掲げはったのも40年ぐらい前なんですよね。そうですね、もう47年、8年前に、もうそんなになるんだ、なのでその20年後ぐらいに丹波太郎が設立されたみたいな、でもお話に聞くと、一番最初のきっかけは、なんかその丹波市一島町で農業をされてる方、ちょうどそのそれぐらいの時って、戦後いろんなこう技術とかその科学も進歩した時期だし、でそこで農薬とか化学肥料が、ちょうどまだでも80年ぐらいなんかな、使われるようになって、でその当時はみんなやっぱり農産物大きいものができるとか、なんか虫がいなくなっていいよとか、そんなんで使い始めたんだけど、その一島町の、一色さんっていう農家さんだと聞いているんですが、なんかこう周りに同じような病気とか、同じような体調の崩し方をしてる人がいるっていうので、なんでだろうって考え始めたんですって、でそこで、そういう農薬とか、薬品をちょっと疑って、もちろん確証はなかったけど、でも早い時期にあれこれはって思われたんですね。でそれで、やっぱそれを使わない農業をしていこうみたいなのをこう、グループ作ってやっていったって。本当早い時期からね。いやでも最初はね、本当大変だったみたいですよ。もう石投げられるとか、そうなんだ、自分とこが農薬まかへんからうちに虫が来るとか、あるあるですね、あるあるですね、大変だったというお話を聞きます。その長い歴史を踏まえての荒木さんの執筆ですね。そうなんです、ちょっと読ませていただいてもいいですか。お願いします。有機農業との出会いっていう章があって、読みます、平成元年、竹下内閣によるふるさと創生1億円事業が施行されました。我が一島町では町にあてがわれたお金の使い道を話し合うため、
市島町活性化若者熱中集団かっこふるさと市島未来塾が結成され、私もそのメンバーの一人になりました。当時町の基幹産業である農業の担い手の高齢化とその後継者不足が地域が直面する大きな課題でした。農地荒廃などの環境の劣化や地域の食料自給率の低下をもたらす緊急の課題だったのです。非農家であった私は自分の勤務する食品会社が使用する食材、荒木さんね食品会社で働いてたんです、もともと、はい、を自分の手で作りたいという思いから農業に興味を持っていました。その当時の私の関心事は大量生産ラインに対する低コストの農業生産であり、自分の手で加工製品を作ることでした、うん、7人のメンバーからなる市島町活性化若者熱中集団の中にこの土地で農業に従事することを目的に神戸から移住してきた若者がいました。彼は私に有機農業について語りました。熱のこもった彼の話は私のそれまでの生産効率一辺倒の農業のイメージを打ち砕くものでした。私は昭和30年代に始まった農業の近代化によってようやく重労働から解放された世代に囲まれて育ちました。なぜ今さら農薬や化学肥料を使わずに大変な労働に帰っていかなければならないのか、当時そのように考える私に若者は有機農業の真の素晴らしさを説きました。彼は説得力にあふれていました。彼の話を聞けば聞くほど私は有機農業の理念に傾倒していきました。知れば知るほどに有機農業は我が市島町にとってまた将来の農業全体にとって疑いなく必要なものだということが理解できました。昭和50年に有吉佐和子さんによる複合汚染という本が出版されました。化学物質による健康被害、環境の破壊という衝撃的な内容は世間を揺るがしました。健康問題の専門家による化学物質を体内に取り込むことの問題、がんやアレルギーのリスク、心臓病との関連、そのような話、農薬と化学肥料で育った農作物や化学調味料を食べ続けることの危険性、環境問題の専門家による二酸化炭素による地球温暖化の話では、フロンガスによってオゾン層が破壊され紫外線が増加してその結果皮膚がんが誘発されるという問題、農薬の継続的な使用が生態系のバランスを崩し我々人間に致命的な危機をもたらすリスクの問題、また新建材が住む人にとって呼吸困難などをもたらすというハウスアレルギーの問題なども我々にとっては深いショックでした。これらの問題提起型の啓発活動は我々が有機農業に取り込むことによって多くの深刻な問題を解決することができるという大きなメッセージを含むものでした。少しずつ町民による有機農業への理解が深まり始めました、という、ごめんなさいちょっと長かったですね、はい、あでもなんかとってもあのためになるお話 で、 うん、はい、でこの後ね、市島町ではそのまあ荒木さんたちこの7人のなんとか集団って、はい、熱中集団やったかな、そうそうがなんかその、町民の人たちを集めて、そういう、そう勉強会をね、月に1回とかのえらいあれでやってたって聞きました、はい、それでやっぱり、徐々にその地域の人たちの、やっぱり本当の啓蒙活動って大切なんですねそうだから今もやっぱり有機農業の人だけではないけど、やっぱり理解はあるなっていう風に感じます、ね、それ本当早くに始められたからこそ定着していったんですね、はい、でその後に、市島丹波太郎がさんの、有機農家の皆さんが自分たちの農産物を広めるためにっていうので、農家の直売所を作ろうっていうことで丹波太郎ができたという風に聞いています。素晴らしい。でもまあ本当ルーツはその若者熱中集団さんだったんですねその7名の7人の侍ですね。でこの、有機農業の大事さを説いたっていう神戸から来た若者が、
今もう有名人なんですけど、あの橋本真嗣さんっていう方が一島町にいらっしゃるんですけど、その方 今はしっかりとタンバーの方になられたんですね。そうですね。で 彼というかあの橋本さんは、うん、結構海外にも住んでいらっしゃった経験、はい、経験があるので、はい、なんかその世界の有機農業っていうこともすごくご存知で、いろいろ講演活動なんかもされてる。すごい。でまた地元の、崎山小学校では、有機農業の勉強っていうので、子どもたちにと一緒に野菜作りをしたりとか、田植えをしたりだとか、なぜ有機農業が大切なのかみたいなことを、それをほんまに小学生の皆さんにもちゃんと伝えてらっしゃるんですね。そう、分かる方法で、はい、ちょっと活動されてる方なんです。すごい素敵、素晴らしい。やっぱり継続してそういうことすることが本当大切なんですね。うん、そうですね。だからそういう措置があるから今実りの学校の皆さんっていうのは、うん、有機栽培を主に学んでらっしゃる方なんですね。そうですね、うん、いろいろ多分みんななんでその有機農業っていう部分は、まあ、それぞれ違うとは思うんですけど、もう本当になんか若い方が年々多くなってて、うん、はい、で今丹波太郎を手伝ってくれてる方たちも30代半ばとか40ぐらいまでの方が多いのかなですし、今在学生とかで10代が何人かいるって聞いてます。はい、すごいギュッとなんか年齢層が下がって、うん、いいですね、ありがたいことですよね、本当にね。なんかで私の、うん、在学中とかはやっぱりその先生とかお母さん、お父さんお母さんとかにやっぱいい大学に行って、うんうん、いい会社に入って、はいはい、でね、いい人と結婚してみたいな、うん、そういう、そういうなんか伝説がありました。教えだったんですけど、うん、なんかもうやっぱ時代的にそういうことじゃないのではないなっていうのを本当にひしひしと感じています、うんうん、なるほど。やっぱり今は国もその有機農業を推進している、うん、はい、で2050年までに有機農地の、うん、今ある有機農地、今ある農業の、補助の面積から 25% はもう有機にしちゃおうっていう方針ですね、はい、それも、ね、SDGs とか言われたりとか、うん、そういうとこから来てるのかなと思うんですが、で今丹波市もオーガニック宣言っていうのを出して、はい、そのオーガニックに力を入れていこうっていう、はい、まあ、そういう事実というか流れもありますし、はい、これからね、どんどん、ね、はい、広がっていったらいいなというふうに思ってます、ね、本当に。じゃ あの今実りの学校を卒業して、うん、丹波で就農してくださっている若い方たち、うん、農家さんがたくさんいらっしゃるということですね。そう、すごい個性豊かですよ、うん、でその方たちはほぼ皆様一島丹波太郎さんに何かしらの作物を出荷してくださってるんですか。そうですね、まあ、もちろんいろんな出荷先がある中での、うん、はいはい、その丹波太郎は一つなんですけど、はい、またね、実りの学校の卒業生たちはすごい品質のいい野菜を、うん、やっぱりしっかりと学ん んで、ね、それをちゃんと実践されてるんですね。はい、かなと思いますね。楽しみですね。はい、でね、今日なんかお店番午前中してたんですけど、はい、農家さんが来られてたので、なんかその消費者の人とかになんかメッセージありませんか、うん、はい、って聞いたら、何をなんかね、一人の農家さんは、はい、丹波大塚農場さんっていう方で、はい、なんか昔というか、今ちょっとコロナとかでなかなか海外に行くっていうのは難しくなっちゃったんだけど、はい、エクアドルと か、はい、なんかあっちの南米の方とかに行って、小学校で子どもたちに野菜作りを教えてたり、うん、そんな活動をされてる農家さんで、作るものもすごい変わってて、うんうんうん、なんかみんな普通のナスってを作るんですけど、うん、その人はタイナスをいつも作ってる。なんか、日本のナスとは全然違うんですね。そうでもね、タイカレーには欠かせないとかいう、すごい、ね、変わった品種をいっぱい作られてるんですけど、そうなんで、もうエクアドルのバナナしか思いつかなかったちょっと丹波でバナナはね難しいですよね。そうか、そうか。そうで、なんかその方とかも、やっぱりなんかスーパーには同じ品種の野菜しか並んでないんですよね、うんうんうん、で例えばかぼちゃだったら、その、まあ、坊ちゃんかぼちゃみたいな形のやつがみんな同じ形で同じ品種のやつが並んでるんだけど、やっぱりなんかもっとたくさんのいろんな野菜、一個の野菜をとっても品種があるから、なるほど、なんかそういうものをもっと知ってほしいなって言ってました、その消費者の皆さんには。それでなんかいろんな
まあ、野菜を食べてみてほしい、じゃあの一島丹波太郎さんに行くといろんな形のかぼちゃさんがいらっしゃるんですね。それ楽しい。一島丹波太郎に限らず、やっぱ直売所っていう、うん、その農家さんが直接野菜を、はい、持ち込んでるようなところをもっともっと利用していってほしいっていうふうに思います。あ、ありがとう。それがあの大塚農場さんのが言ってました。はい、はい、あとはね、奥丹波里山農園さんが言ってたのは、はい、やっぱり現状の食べ物の作り方っていうのをもっと消費者の人にも知ってほしい、はい、でちょっと話がそれるかもなんですけど、はい、私が農業っていうか、まあ、農に対して興味を持ったきっかけっていうのが、はい、まだあの移住にしてくる前だったんですけど、あ、丹波市にね、ちみちゃん先生がね、はいはい、その頃は私結構むちゃくちゃな食生活を送ってて、ジャンキーな感じだったんでしょう。普通になんかマクド行こうみたいなファーストフードとかも利用してましたし、なんかその自分が食べるものに関してあんまり関心がなかったんだけど、うん、なんかある時というか、まあ、もう何年前だろう、丹波市豪雨、何年だ、8年9年ぐらいですよね、はい、に、初めて丹波市に来させてもらったんですけど、はい、その時に有機農家さんとかがやっぱ食べ物の話とかをね、はい、してくださって、やっぱそれを聞いた時に、うん、あ、自分はなんか何を食べていたんだろうみたいなところに疑問。ちみちゃん先生が来られてすぐそういうお話を耳にするっていうのがまたすごいですよね。まあ、やっぱ農家さんのところに行ってたのが多かったので、それでやっぱ食のこととか、うん、その農業のこととかを聞く機会があって、はい、もう人生初めてなんかそういうところに考えがいった、で、まあ、神戸に帰って、神戸に住んでたんですけど、はい、その頃、なんかいろんな食べ物をこう見ていったら、はい、なんかなかなか、うん、なんていうかな、これ食べていいんかなみたいな、最初はね食品添加物だったんですよ、なんか食べ物の裏の表示見たらいっぱいカタカナが書いてあって、これは何だろうっていうのを調べ始めたのがきっかけだって、でその後に、まあ、いろんなその野菜もこれは何がかかってるんだろうとか、はい、どういう肥料を使ってるんだろうみたいな食べるものがだんだんなくなってきました。そうなんです、本当それで苦しい思いをして、まあ、それが移住の一番のきっかけではあったんですけど、もう自分で作ろうみたいな感じね、安心なものを自分で作ろ う。でやっぱりその中で一番怖いと思ったのが、はい、除草剤のラウンドアップっていうのは、なんかその神戸にいた時にいろいろ勉強していた時に、はい、すごく怖い農薬だっていう風に、まあ、いろんなところから知識を得たものが普通に使われてるみたいな、はい、それはあの有機の町と言ってるけれども、丹波市も、うん、どこもかしこもお使いになってるんですね。 そこにまず疑問を感じたことで、私のこう魂が燃え上がったというか、はい、これは何とかしなければみたいなので、何か自分にこう力をこう注げることはないかとなっていうので、はい、それがきっかけだったんですけど、まあそういう消費者の皆さんがやっぱりこの食べ物に関してどういうふうに作られてるかっていうことを知るっていうのがすごい大事ですよね。なんかね、表示もいろいろと変わるから分かんないですよ。だからだんだん緩くなってる。組み替えでないって書いてあっても、何パーセントかはオッケーみたいな、みたいな。そうなんですよ。でまたちょっと表現がまた今回変わったんですよね。そうなんです。はい、それもあります。はい、はい、本当にだからね、なんか、なんかうまく伝わるか分からないんですけど。はい、なんか結局ね、そうやって今って便利な世の中じゃないですか、そこに行ったら何でも食べれるし、はい、でもやっぱそういう便利な楽な方法を取った結果が、やっぱりなんか自分たちに返ってきてるっていう感覚がすごくあって、例えば、まあ、水道水の問題とか、いっぱいなんかそういう薬剤を川に流して、それをろ過したやつをまた飲んでみたいな、はい、大丈夫か大丈夫か、そんなマジックは OK なんだろうか。結局なんかそれでもう年々農薬の数が増えてってるんですよ。飲み水もね、の中にもかなりめちゃくちゃ入ってますよ。やばいっすね。30種類か40種類か。それは絶対ね、地面に落として空に上がり、また降ってきてやから、そりゃ入るよね。あとはやっぱりなんかその世界的にも、まあ今
ハワイとかでも山火事が起こってたりとか、はいはい、まあ、干ばつとか、はい、すごくなんか目には見えないんだけど、うん、結局なんかそれを引き落としてるのは私たち人間なわけで、あれなんかそれがもう全部返ってきてるなっていう、だからしみじみですね。そうしみじみとね、やっぱなんかその今後、まあ、私たちが生きたいた後とかもやっぱり人は生きていくと思うので、うん、はい、そうなった時にこう未来に何を残せるか、かなりのもう負の遺産をあの昭和30年代ぐらいからガンガン放出してるんですね。だからやっぱこの60年ぐらい本当にそういうところをどう考えるかという、はい、何ができますかっていうのを、ね、なかなか浄化していくのって大変なんですよね。だと思います。でもやっぱり今やらないと、うんうん、どん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 いつやんねんという蓄積していくんですね。でもこのいろいろと勉強するのが難しいって思う人はね、うん、まあ、あの一島丹波太郎さんに行って野菜を買う分には、うん、それは安心と思っていいですよね。安心ですよね。はい、そう、はい、ぜひ食べてほしいなと思います、はい、また美味しいです、とっても、うん、本当にね、お野菜も美味しい、ね、うん、いや今日はなんかためになるお話をいっぱいお聞きしてありがたいんですけど、いえいえ、なんか時間が短くてあと少ししかないんですけど、ラストこれだけは皆さんに伝えておきたいことがありましたら、ちみちゃん先生お願いします。なんだろうな、うん、やっぱりなんだろう、私たち、まあ、それぞれの命を持ってるわけで、はい、その命がどうやって作られてるかとか、はい、どうしてこの今生かされてるかっていうところをあんまり考えたことがないし、はい、なんかその教育の中でもあまりなんか取り上げられないのかなって思うんだけど、命の根源について、源、うん、あとその連鎖みたいな感じ、そう、なんかそういうことをみんなちょっと考えてみてほしい。じゃあ夏休みの宿題ですね。皆様ぜひ考えてみてください。そしたら、ね、きっと食とかね、うん、そういうところにも目が行くのかな、はい、そこに目が行くと地球環境とか、うん、その持続可能っていうところにどうしたら気づいてもらえるんだろうって、ちびちゃん先生時間が足りなかったと思うので、またよかったら第2弾いらしてくださいね、はい、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。今日お越しいただいたのは NPO 法人一島丹波太郎事務局の秋山智美先生ことちみちゃん先生でした。皆さんぜひあの命について考えてみてください。ちみちゃん先生からの夏休みの宿題でした。ありがとうございます、はい、ご案内役はパンダリベカでした。ありがとうございました。